メリークリスマス。この生の状態。この。お、人参かな？ですね。これで、あららららで。その上に乗ってるのがイチゴ。ちょっとね、偏っちゃうと思うから、途中で入れ替えますよ。あんも、トマト。あら、イチゴがそんな好きなのかな？はい、どうも、皆さんこんにちは、まさかずです。ね、いつもありがとうございます。さあ、今日はですね、小雪ちゃんとマロンちゃんと一緒にクリスマスパーティーですね。ちょっとね、一日遅れてしまったんですけど、やっていきたいと思います。ね、食べてもらう内容としてはね、今までと一緒なんですけど、この仲良し姉妹がですね、好き嫌いあるのかとかですね、何が好きで、何がね、食いつきが良くないとか、そういったところもね、まあ、のんびりとね、見ていきたいと思いますので、ぜひともね、よろしくお願いいたします。はい。じゃあね、カットができました。前回まではね、この、片方にフルーツ系入れて、片方に野菜っぽいの入れてたんですけど、今回はね、もう、均等にね、同じものを半分ずつぐらいにね、左右に分けました。ですからね、うまくいけばね、こうね、偏ることなく、ちょっと、前に行きすぎ。こうやってあげたらいいのかな。はい。さあ、マロンちゃんがトマトから食べて、小雪ちゃんがキャベツで、次にイチゴ。やっぱりこういう口の動きになりますね。で、キャベツで、ここにね、キャベツ、人参、リンゴもね、ちょっと今回付け加えたんですけど、あとトマトで、パプリカですね。パプリカはちょっとね、調べてないんですけど、量とかはですね。ただ、まあ、ここにあるもの全部ですね、与えすぎは良くないので、本当にちょっとずつを寄せ集めて、今日ね、食べてもらってます。お、パパイヤいったね。新鮮パパイヤ。美味しそうだね。減り具合はね、両方ともね、互角っていう感じ。若干、小雪ちゃんの方が早いかな。お、人参だね。人参、あ、もうすぐ食べちゃった。こっちも人参、マロンちゃんも人参。早いね、人参。すぐなくなっちゃった。あとは黄色人参が残ってるだけですね。その下が赤トマト。普通のプチトマトですね。ただこれね、食べる順番が違うから、もしかしたらね、ここイチゴ残ってるから、小雪ちゃんに取られちゃうかもしれない。ね、イチゴ好きなんだったら、先にね、美味しいものから食べた方がいいかもしれないよ。何を食べる？お、あー、パパイヤ。パパイヤ好きなんだ。初だね。我が家のウサギでね、初です。小雪ちゃんまだ残してる。食べてくれるかな？お、いった。しかも、二切れ一気にくっついてたからごめんね。さあ、食べてくれるかな？あ、違う、こっちだよ。人参。器用にね、くるっと回して、食べやすい方向に向けて食べてくれました。ちょっと分厚かったかな？もごもごしてます。こら！こら！小雪ちゃんはね、反対でしょ。
こうしようか。さあ次は何を。あ、見れなかった。こうゆきちゃんちょっとさっき場所をチェンジしたばっかりじゃん。これだよ。あ、いちごいった。いちごちょっと大きかったかな。もごもごもご。小雪ちゃんはね、もう飽きちゃったのかな。あら、もう飽き、終わった？終わっちゃった？まだ残ってるよ。もう食後のクシクシタイムに入っちゃいましたね。もうお腹いっぱいになったのかな。じゃあね、これはまあもうちょっとね後ろに置いといて、せっかくクリスマスの演出、あ、2つだけですけどね、松ぼっくりと雪だるまくんがいますので、ね、ちょっと一緒に遊んでもらいましょう。あー、すごい濡れてる。今ねツンツンってされたんですけど、口周りがすごい濡れてますね。お、遊ぶかな。遊ぶ？松ぼっくりで。ちょっとねこっちに持ってこよう。はい。あ、そうだ、買ってきてすぐにね最初に見たのはこの小雪ちゃんとマロンちゃんだったんですね。あ、でも今日は遊んでくれますね。カメラはね、そう、サービスしてくるのはいいんだけど、遊んでるとこも撮りたいな。さあ、さあ思う存分いいんだよ。こうね、運動不足解消。まあでも運動不足ではないか。最近ね、あまり平安歩の動画ね、出してないだけで、平安歩はしてるんで。運動不足っていうほどではないか。よし、じゃあね、ちょっと記念撮影だ。あー、こっち見てくれないですね。どうしてもうずらの鳴き声がする方に気が取られてね、そっちを見つめちゃいますね。また見てる。まあね、気になるよね。お、この絵いいかもしれない。さっきのワンシーンいいかもしれないですね。サムネにしようかな。すごい今カメラがカメラ映ってないんですけど、カメラ持ってる腕をすごい小雪ちゃんがね毛づくろいみたいにコショコショって こそばしてくるから、すっごいカメラをね手放して落としそうになりました。さあ松ぼっくりはねそんなに遊ばなかった。あ、でもちょっとかじった跡ありますね。ここですね。
色が変わってますよね。ピントが合わないですけど、色が変わってるところかじってね、遊びました。さあ食べるかな。ほら、これ食べたらね、一応パーティーは終了しようか。そうやってカメラにまた寄ってきて、ね、アップで映りたいからって。お、マロンちゃん行ったかな？トマト。トマトをパクリ。これで完食ですね。わあ、このアングルいいですね。小雪ちゃんは食べないの？小雪ちゃん、マロンちゃんが食べちゃうよ、代わりに。お、ほら、どうしたの？何か気になるの？他に。ところでですね、今回が一番クリスマス動画の中で一番ね、短くなるかもしれないんですけど、ね、今日は仲良し姉妹小雪ちゃんとマロンちゃん、ね、ネザーランドドワーフの 3姉妹のね、次女と三女、ね、いつも仲良しです。ケージの中でもですね、寄り添って、仕事から帰ってきたんですけど、あったかそうにね、そう寄り添ってくつろいでました。そういうところもですね、すごいほのぼのするんですけど、今ケージの中がね、暗くて撮影してもね、何のことかわからないんで、ちょっとね、今はね、また照明とかもね、ちょっとね、カメラ用の買って、可愛いところも見逃さないように。お、小雪ちゃんの分も食べたね、トマト。というところでですね、今日はね、これぐらいで動画を終わらせていただこうと思います。今後もね、何かイベントことがあれば、それに合わせた動画もね、こういう風に投稿もしていきたいと思いますし、ちょっとね、動画に出し切れてないウサギ用のグッズ、小動物用のグッズもね、今たくさんストックがあるので、まあ少しずつですね、できる限り毎日投稿するようにね、して皆様に紹介していきたいと思います、ね、まだの方はぜひともチャンネル登録して、僕たちのうさともになってくれたら嬉しいなと思います。それではね、また他の動画でも皆様とお会いできたら、ね、嬉しいなと思います。またお会いいたしましょう。さようなら、はい、メリークリスマス、ね、楽しいクリスマス過ごせましたか？楽しかったね。楽しかったですか？ね、楽しかったかな。楽しそうですね。